このチャンネルは、もこもこの魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。ウッキーさん。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は、犬みたいに吠えるダルメシアン2のブチ猫は怒ってる？甘えてる？ということでですね、この子がブッチ君って言いますよ。なんとなくね、ダルメシアンみたいな模様しておるんですけれどもね、今はスリスリしてるんですけれどもね、この後ワンワン吠えるんですよ。撫でられるのは好きかなと思うんですけれどもね。ね、スリスリやってるでしょ？ここ撫でてみたいな感じかと思うんですけれども。頭付近は好きなんですけれども、多分お尻とかに行くと怒る可能性はあるかなって感じですね。ブチ君にはね、注意書きがあるんですよね。基本的にはケージ開けてはいけないんですけれども、まあ脱走させない自信がある方は OK ですよみたいな、そんな感じでは書いてあるんですよ。また後ほどね、ケージは開けたいなと思っております。あ、サビ猫のルナちゃんがやってきたよ。ブッチ君ね、多分猫ちゃんは苦手なはずなんですよ。ケージに入ってる理由も、ケージから出るとですね、みんなに喧嘩を吹っかけたりとかね、で、マーキングで粗相したりとかするのでね、もうそれで入ってるっていうところはあるんですけれども。では、ケージを開けてみましょう。お、甘えてるでしょ？やっぱり、これは甘えてますよね。ただね、この後、どんどんわからなくなってくるんですよね。今のは甘えて泣いてる？わからないんですよね。今のところは機嫌いいかなって感じではあるんですよ。ね、コロンってなってるでしょ？もうめちゃくちゃ可愛いんやけどね。今回のお店は大阪難波にある保護猫カフェ猫の絵庭さんです。顎の下は好きそうやね。ルナちゃんが上でね、おもちゃ遊ぼうとしてたのかな？ふんふんに寄ってるだけでした。撫でられて嬉しいやんね、これは。おもちゃはね、ちょっと苦手かなと思うんですけれども。お、ママ言えへんなったやん。あ、言うか。お返事してくれたね。ちょっと怒ってない？大丈夫かな？わあ、言うたね。ワンワン言ってるでしょ。ブッチのね、このワンワンの大好きなんですよね。ちょっと一回鳴くと長いんですけれども、どんどん機嫌悪くなってきたかなと思うとひっくり返るでしょ。そう、わかんないんですよね、怒ってんのか。でも猫パンチ飛んできた。甘えての猫パンチのような気もするんですけれども、ケージの中に手突っ込んでみますよ。指を匂ってくれて猫パンチ。それでも手を突っ込んでみました。撫でさせてくれる。ケージの中に手を突っ込むとね、猫パンチを回避できないんですけれども、爪は出してなかったのでよかったなと思っておるんですよ。ワン言ってる？うん、怒ってんのか？まあ気持ちよさそうな顔なんですけれども。ブッチ大好きやねんけどな。なかなかね、ケージから出られへんの寂しいな。ワウ言うて。かわいいやけれども。ええ顔してるわ。大丈夫かな？ちょっとイカ耳か？目を閉じて気持ちよさそうでしょ？あう。あんまり怒らせすぎるといけないのでね、そろそろ一旦ね、距離取った方がいいのかなとも思いながら、撫でてほしそうな雰囲気もあるんですよね。ということでね、距離を取るタイミングを今測っているところなんですよ。ちょっと嬉しそうでしょ？撫でられるのは好きなはずなんですけれども、多分ね、関節が痛いっていうところもあるので、まあ、そういうところを触ってしまってるのかなっていう気はするんですよ。
耳つぼマッサージどうかな。嬉しそうであるんですけれども、一旦ね、距離を取ろうかなと思っております。さあ、もう一度近づきますよ。あ、可愛い子で泣いてるよ。さっきとは明らかにね、声が違いますよね。のびーってなって、撫でられて嬉しい。怒らないかな。で、コロンってなるかな。どうでしょうか。ふんふんとは匂ってくれてるよ。あ、ひっくり返った。やっぱ甘えてるよね。頭だけ撫でてたら機嫌いいんかな。どうでしょうか。何怒った。まあ、カー言うたね今。中入ってみましょうか。怒るか。でもね、ひっくり返るんですよね。わからん、君は。手突っ込みにくいな。あ、でも撫でられた。嬉しいか。すぐには怒れへんのよね。撫ですぎとかってあるんかな。なかなかブッチ君の性格がわかんないんですよね。背中嫌か。大丈夫やった。あ、ごめんと怒られた。あう言いながらひっくり返るでしょ。おう言うてる。猫パンチもして、扉を閉めてね、距離を取ってみました。どうでしょうか。こっち見てるかな。どうでしょうか。怒る。あうは言うとるね。あ、今度はひっくり返らへん。長いな、ウーウーが。あう言うてるか。あ、猫パンチした。じゃあしばらくまたね、時間置いてみます。さあ、ブチどうかな。お、近づいてくる。スリスリしてるね、ブッチ。あ、可愛い声で返事してくれた。ね、撫でてほしそうにはしてるでしょ。そう、甘えたさんなんですけれども、ちょっとね、怒ったりとか怖くなったりとかして、こうやって威嚇するんかなと思うんですよ。もともとはすごくいい子なのかなと思うんですよね。猫ちゃんがいないね、個室だったら粗相もしないんじゃないかなとも思うんですけれどもね、なかなかその辺は難しいな、やっぱりね。多分人とね、触れ合うのも大好きな子なんで、こういっぱいもっと触れ合ってたらもうちょっとね、変わるかなとも思うんですけれども、まあなかなか難しいですよね。ブッチ可愛いのに。ファンも結構いてるんですよ。あう言うの可愛い。あだけやもん。わん。わん。ちょっと今日はあかんかな。一瞬ね、甘えてくれると思ったんやけど、あう言うてるわ。ひっくり返る。ねえ、怒ってるか甘えてるかよくわからない子でしょ。また猫パンチやったね。ブチ君の動画はね、随時配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。